うち、呪とは、奈良、平安時代において、代理の雑用に用いられた、中小官人のこと。両下官であるうち住所の監督下に置かれていた。和訓は、小さな我は。古くは代理に近似する役目を担った道辞を指したとも、言われ、主として、代理の天井にて日直あるいは宿直して、内部の警備や雑務を行い、設営などの宮中行事に具分したり、天皇に時刻を奏したり、 天皇や参考の命令を書簡紙に伝達するなどの業務を行った。成立時期は不明であるが、当初は樹脂と呼ばれて樹脂書の監督下にあった。なお、東大の中国では、内樹は漢岸の異名としても用いられている。焦燥院文書に残されている天平商法9歳に、東大時代物に塗る写金を増資しより、 光明皇太后に要請した総文を取り継いだ樹脂の名前として、駒福信桂木子氏の2名が挙げられているが、両名とも当時守備中退に属する官員であった。天平法治7年に樹脂は内、内樹と解消され、同時に樹脂書も、内樹書となる。その後、法規3年に廃止されたものの、その後再を消されて、内樹造脂という小規模な官視が置かれたが、 大道2年10月16日に再度廃止となる。公認2年1月5日に、倉人書の監督下で再設置されている。なお、公認11年4月21日の大乗官府には、内樹の、またおを理由に大ートネリを800名から半減する、ことが書かれており、内樹廃止期には、大ートネリがその職務を担っていたようである。なお、内樹にも昇殿できる天井とそれが許可されない。 不天井の区別があったという。定員は、奈良時代については不詳だが、大道の廃止時に、左右の大トネリ上に、うちを、各100名ずつ振り分けたとされており、公認の再設置時に120名、演技式には200名、和名類受賞では300名とされている。ありがとうございます。